一番苦労というのは、会社内でね、デザインしてるところの人たちに話をするしに行くのがね、一番大変でしたよ。社内ではデザインする人たちはみんな俺たちこそはというあれがありますからね、余計な人の話は入れたくない。で、それでどうだこれはという言ってですね、見せてもらって、そしてそれにだんだん人間的に近寄っていって、それで話を聞いてもらえたということでしょうね。はい、当時はヨーロッパからもいろいろ知識が入ってきてましたからね、皆さんよく習って、そしていわゆるデザイン室で絡まれてきたんだと思いますよ。私自体はそれを眺めさせてもらって、そしてああだこうだ余計なこと言って、車っていうのはね、どんな車でもね楽しめるんです。トラックでもね楽しめる、それからセダンでも楽しめる。車っていうのは優しい運転っていうか、コントロールができなきゃいけない。馬のお世話にはね、5000年来お世話になってますから、それで馬車ができて、馬車ができてエンジンができてというようなことで、そういう歴史を我々は見るとね、進むべき道に進んでいったと思いますよ。それでお互いがやっぱり動力というのはやっぱり馬の心臓みたいなもんで、あとはドライブするのにも、なんていうか人の言うことを聞いて走れるようにというんで、車になって走ると何百マイルを走れると思うけども、そうじゃないですよね。やっぱりそれぞれその限定されますよね。それの気候っていうかな。そうするとね、人間の体によく似てると思うんですよ。車の走り方はね、心臓の血液が回る、あるいは心臓の鼓動というようなものと レゾナンスしていくことによって、気持ちよく車を動かすことができる。そういう人間と車との関係はもう離せない。ですから、自動車がいくらスピードを増してもね、やっぱり人間がコントロールする以上にね、車を走ることはできないわけです。私はおかげさまで脱藩になって、カリフォルニアのあらゆる道ほとんど走りましたから、表も裏も山を越えたりしましたからね。脱藩は本当に懐かしいんです。脱藩510ですね。で、脱藩の510っていうのはスポーツカーですよ。あれを本当にもっと磨いてね、スポーツカーとしてね、売り出した方が良かったかもしれない。あんまりもう挑戦するっていうんじゃなくて、一緒に楽しくレースをやるとかね。レースをやるのはそれぞれのね、技術と性能によりますから、車の楽しいレース、そればっかりじゃなくて、いわゆる楽しいドライブをね、どうやってしたらいいかと。自動車はね、楽しくドライブしてほしいですね。